AMPM 南急宝寺長三丁目店株式会社 AMPM 関西はかつて存在したコンビニエンスストア運営会社 AMPM の近畿地区でのフランチャイズ運営を行っていた近畿日本鉄道が87.5%近鉄百貨店が12.5%出資する近鉄グループの子会社株式会社 AMPM 近鉄として設立され、当時ジャパンエナジー参加の株式会社 AMPM、ジャパンとの間でエリアフランチャイズを締結し、近畿エリアでコンビニエンスストア AMPM を展開していた。2006年5月24日に近鉄のグループ再編計画に伴い、カッパ寿司を全国展開する回転寿司チェーンのカッパクリエイトグループに株式の90%が売却され、 11月には、社名を株式会社 AMPM、関西に変更した。この当時、カッパクリエイト株式会社の子会社で、総菜小売事業を行う、株式会社特特が、直接の親会社となっていた。カッパクリエイト参加になったことから、外食産業のノウハウを取り入れ、一部店舗で店内に、厨房を作り、コンビニでは、 商品管理が難しいとされる握り寿司の販売を行うようになった。またカッパクリエイトは2010年6月に AM、PM 向けの弁当、おにぎり新工場を作るなど、好調なプライベートブランドの生産力を増やすなどして、独自に事業の手こ入れを図っていた。2009年2月28日時点で運営店舗は139店舗であったが、同年12月に フランチャイズ元である AMPM ジャパンがファミリーマートに買収されたことに関連して2011年4月にファミリーマートに吸収合併された。なお、関西営業エリアの店舗は2015年末までは AMPM 関西が営業できる契約となっていたが今回のファミリーマートへの経営統合により事実上この権利を破棄、解消し AM PM ブランド名義のコンビニエンスストアは2012年2月までにファミマへ転換される見通しとなった。そして2011年6月1日より QAM、PM 店舗からファミリーマートへの転換が順次進められ、同年12月10日をもって AM、PM 全店舗が閉店した。かつては株式の57%についてはカッパクリエイトの子会社であった。 株式会社独特の保有であったが、2007年5月に独特の株式を売却したことから、カッパクリエイトの直接保有が 33%90% になった。カッパクリエイトグループによる株式会社 AM、PM、近鉄の株式取得に関するお知らせカッパクリエイトプレスリリース平成18年5月24日テレビ東京系 ワールドビジネスサテライト2008年5月15日放送分、連結子会社の合併に関する契約締結のお知らせ国内の AMPM 消滅ファミマへの転換完了。近畿日本鉄道株式会社が運営する AMPM6 店舗をファミリーマートへ転換。ありがとうございます。